なお家ですね。まるでここだけペンションのようです。実はこのアトリエ、高口先生自身が設計されたそうです。では早速拝見させていただきたいと思います。仕事場って感じですね。高口先生のアトリエにはですね、たくさんの方がいらっしゃいまして、もう本当にお仕事をしてらっしゃるっていう感じなんですよね。で、意外と漫画家の先生っていうのは時間帯もバラバラでという感じだったんですけれども、高口先生のところは会社にしてらっしゃるということで、皆さんも本当に黙々と仕事をしてらっしゃるっていう感じでした。仕事をしているって感じですね。普通ね、仕事をするときやっぱり汚れますのでね、やっぱりエプロンかけたりとか、髪の毛邪魔ですからね、ヘアバンドしたりとかよくするんですよ。やっぱり G ペンですね。高口さんはね、一言で言っちゃうと不良者でね、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、前回のキャラクター作りでお話ししましたけれどもね、不良と一口に言ってもいろんな考え方で、結果として不良と呼ばれる人たちがいるわけなんですよね。ですから理屈だけでね、魅力的な不良って言ってもいろいろあるわけなんですよ。で、高口さんはたくさんの不良を書いてらっしゃいますけれども、やっぱりそこの性格設定とかね、考え方とかね、行動の癖とか、そういうのをきっちり書き分けることによって、各人のキャラクター性が出るんだと思うんですよね。今こうベタはこうマーカーみたいなの、こう先がフェルト状のね、ものでやってますけれども、普通の墨汁をつけて筆でベタをやる場合が多いんですけれども、こういうものでやってもとにかく塗りつぶせれば何でもいいんです。ただ使っている紙の質とね、そのマーカーのインクとの性格の合う合わないがありまして、こう割とこうにじみやすいインクとかね、あるいはにじみやすい紙とかあるんですよね。ですからそこを気をつけて材料選びをしていただいた方がいいですね。ですからそれなりの味わいは出るんですけど、縁がちょっと甘くにじみますとね、クリアな感じが出なくなったりしますので、いろんな材料をね、いろんな紙で使って書いてみてください。今これスクリーントーンは、あれ先生、変わったスクリーントーンですね。これはおそらくオリジナルスクリーンですね。スクリーントーンで何も印刷していないスクリーントーンっていうのを売ってるんです。真っ白で何もない、どうすると思います？その上に、コピーするんです。コピーできるんですか？コピーできるんです。コピー用のトーンってね、売ってまして、そこにこういろいろとね、自分の好きな模様とかね、いろんな効果的に見えるようなね、写真とかそういうのをコピーして、こうやってオリジナルのスクリーントーンを作るっていうこと、最近ね結構みんなやるんですけれども、ただここで気をつけていただきたいのは、写真とか絵とか使う場合に、ご自分で撮ってきた写真だったらいいんですけれども、そうじゃないもの、印刷されたものとかね、人が撮った写真っていうのはこれ著作権の問題がありますので、よくねアマチュアの方はかっこいい風景写真とかあると、それをそのまんまね、描いたりとか、こういうふうにスクリーントーンに作ればじゃなくって、描く場合も問題なんですけれども、そのまんま写して書いたりとかっていうのはね、これは元の著作権者に対して無断使用っていうことになりますので、作るんでしたらやっぱり自分で撮った写真を利用するとかね、そういうふうにしていただきたいですね。本当のオリジナルを作らなければダメだということですね。ですから時々ね、ああかっこいい写真だなっていうのがあっても、やっぱりそれは自分の感性を磨くために見るということが大事だと思います。じゃあ先生、よろしくお願いいたします。先生はフリーになられて、いろいろ広い分野で活躍されてますよね。少年誌に書かれたり、少女コミックだけではなくてっていうところあると思うんですけれども、そういったこう活動に関しましてはどうなんですか？なるべくだったらいろんなところで書きたいなみたいな、欲ばかりという感じで、それはやっぱりこう一つのところに絞ってると、なかなか自分のこう言いたいことが書けないままで終わってしまうっていうところがあったんですか？やっぱり何でも書けるかなっていう可能性
が、どこまであるかなみたいな、先生書かれてみてどうですか、やっぱりどれが一番肌に合ってるっていうのあります？やっぱり少女漫画の方が書きやすいですよ、あ、そうなんですか、舐めてるわけじゃないけど簡単だからあ、そう、どういったところが簡単ですか？やっぱりあの少女時代を経験してきましたから、ある意味で自分の経験に基づいて書けるところが一番やっぱり書きやすいっていうところなんですか、はい、でも先生その経験っていう部分なんですけど、先生の学園ものを拝見させていただきますとね、学園ものでもあの本話かラブストーリーというよりもアウトロー的なストーリー多いんですけど、そのあたりもやはり経験なんですか？いや経験というか先生のアイデアは大体どういったところがポイントだってされることが多い？やっぱりあの、ノンフィクションの、本を読んだりしますね。やっぱり中学生っていう名がつくものは結構全部読んだりして。先生にとっての学園もののこれからのテーマというのはどういうふうに変わっていくんですか？もう不良ものは飽き飽きしたかなみたいなものが、来てるんで、今度はもっと、なんか幅広く読まれるみたいな、そういうのを書いてみたいなと思いますけどね。今の漫画はやっぱりある、年齢的にはある一定の、年齢を対象に書いてますから、だからもっと幅広いものを書きたいです、ね、じゃあそういった意味では先生これからこうシリアスタッチとかギャグタッチとかアダルトなものとかあると思うんですけれども。私が一番書いてないのはね、ほのぼの知ってるやつが一番書いてないんですよ。あ、そうなんですか。だからそういうほんわかしたのを、書いてみたい気がします。これからのテーマということになるんですか、